はいどうも、移動してきました。新宿に、新宿に移動してきました。よろしくお願いします。なんでってことで俺も分かんないんだよね。ちょっと気になるところなんだけど、まあ、前枠の最後にも伝えたんですけど、僕まあ今月で配信、まあ、10周年ってことで10年経ちました。まあそれでね、10年ってことで、まあ、リスナーさんから何やら今日はこの新宿のアルタビジョンでサプライズがあるらしくて、まあまあ、現場誰もいないんですけど、まあ、このアルタビジョンの下に呼び出されてきたわけなんです。なんか21時25分ぐらいになんかここに映るんでしょうね。ちょっと白飛びしててあんまよくわかんないんだけど、いきなり来るの。なんか予想していい？絶対ダッシャーから来ると思う。これオープニング流すと思うんだよね。当てたらつまんないかな。俺多分オープニングでしょ。多分すごいストレートだとオープニングだと思うんだよね。米伸びるし、それか職人さんの動画とか。てかみんな10年ありがとうございます。なんか特に企画もやってないんだけど、ツイッターに各自がつぶやいてくれて、いろいろ見てくれてね、ありがとうございます。なんか放送見てくれて、なんか感想というか思いみたいな、気づいたものはいいねをしてるんですけど、ありがとうございます。あの僕自身が一番10周年どうでもいいと思ってます僕自身が全然日常と変わんなくて、なんか別に日々日頃配信を重ねていくっていう、いや日常の一日にしか過ぎないくって、なんか多分俺自身が全然何にも意識してないんだよね。あ、絶対そうでしょ。何これ、これ何これ。え、え、終わり。は、あの街行く人一人も見てなかったぞ。お前ら手間暇かけて滑ったな、これ絶対。これなんだ、やり直せ。あれなんだ、中途半端なことしやがって。お前やるならちゃんとやれよ。あれなんだ、振りも落ちもなくて10年おめでとうって。ダメだろあんなの。だから言ったじゃねえかよ、勝手なことやると滑るぞって。感動に入る前に終わってアシュラ出てきた。こうやってむしろアシュラの方が長いしねえ。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。5秒ぐらいでしたけど、でも5秒間初めて新宿のアルタに自分の顔が映ったことは感謝したいと思います。なんでかっていうと、僕があの岐阜に住んでて初めて東京に外配信に来た時に、まだ笑っていいともがやってて、笑っていいとものお昼休みはのあの瞬間に、あそこのアルタビジョンに映るためにここに来たんですよ。なんで初めてのその外配信企画もここでした。で、まあ、10周年のこの場もその自分が映り込みたかったアルタビジョンに10年間放送してきて、まあ、培ってきたもの、まあ、僕とリスナーのつながり、そしてリスナー同士のつながりで自分が出れたっていうのはすごく感動ですね。まあ、その10年前はあそこに自分がこういう作品として出ることはなかったんで、もう本当に映り込みっていうところがやってきたものは配信時間でも配信の歴でもなく、やっぱり人間なんだなっていうふうに思います。やっぱり普段放送しててね、こうやって画面の向こう側にね、誰が見てる、どんな人がいるとか分かりませんけど、やっぱり小さいところでコツコツいろんな人とつながってきて、やってきた価値があったかなっていうふうに思います。だからこれからももちろん放送も大切にしますし、まあ、放送の熱っていうのは
なるべく自分の中で高めてやっていきたいと思いますけど、まあ、一人一人は人間、人っていうものを大切にねやっていきたいと思います。それがやっぱり一番の財産なのかなと、まあ、別にかっこつけたこと言ってますけど本当に思ってます、うん、やっぱり放送しててもね、やってたってリスナーゼロ人だったら面白くありませんから、見てる人が多ければ多いほど楽しいのは、これは全配信者皆さん共通だと思います。また流れたんだけど、顔だよね。万事早よって書いてあるんだから、何回かに分かれてんのか。まあことなんですけど、はい、これからもね、まあ僕石川紀之っていうの応援もすごい嬉しいですけど、紀之ラジオでございますかね、石川紀之の紀之ラジオなんで、全体をね、まあ見て応援してくれたら嬉しいなっていう。